お前早くしろ、行くぞ。無理だよ、今リカちゃんと寝落ちもちもちしてるんだもん。早く行くぞ。電話切るとメンヘラになるから無理だよ。ああ、せっかく全員マキが寝てくれるっていうのに。目に見えるものが真実とは限らない。この通話は本当にリカちゃんと繋がっているのか。さっきまで話してたのは本当に乙骨ユータなのか。真実はコンフィナンスマンだけが知っている。コンフィナンスマンもそこへ。ようこそ卒業。お前早くしろ、行くぞ。今から女の子と会うから行かないよ。いいから早く。ジュースを買ったから女の子のとこ行くから無理だった。せっかくアスカとエレミとミサトさんが回してくれるって言ってたのに。目に見えるものが真実とは限らない。果たして僕が買ったのは女の子に渡すジュースなのか、最初から喋っていたのは本当に怒り真珠なのか。真実はコンディフェンスマンだけが知っている。このことはリカちゃんには内緒だよ。